勘九郎さんがですね、その初代の勘三郎 がですね、まあ、名古屋出身ではないかということは、どのようにこう、これはね、まあ、その中村屋のルーツというか、もともとうちは播磨屋の家系でございまして、そのうちの祖父十七代目中村勘三郎がその、まあ、その勘三郎家っていうのを見つけてきて、襲名したので、はい、もう血とかっていうのは全然関係ないんですけれども、まあだから幼い頃からその名古屋 その中村区出身というか、初代さんは、そしてまあ江戸歌舞伎を作った祖とも言われている人だっていうのは聞いておりましたね。はあ、で、まあ、あと勘三郎初代の方っていうと、うん、その江戸歌舞伎 発祥の、はい、まあまあ、祖といいますか、うん、京橋に碑もありますけども、うん、そうですね、だからその後その中村座として、うん、座元として、活躍というか、いるんですけれども、やはりその役者としてではなく、そのまあ裏方というか、仕事だからプロデューサー的な面をお持ちだったと思うんですね。というのもやっぱりそのね、京都その四条河原で、出雲のお国さんをその連れて行って江戸歌舞伎を作ったわけですから、そのプロデューサーとしての目っていうのがとても長けていた人物なんじゃないかなと思いますね。はい、まあ歌舞伎の役者さんの、まあ、せいで、はい、まあ、最も多いのが、まあ、中村でありですね、はい、まあ、歌舞伎さん含めて、うん、やっぱりその中村というのがそのやっぱり初代勘三郎の中村から来ているということで、まあそれもしかもその中村区というところにありますよね。まあ、そうしますと、まあ、非常にその名古屋との、そうですね、だから本当にその、まあ、歌舞伎が始まったというか、江戸歌舞伎の祖となったものだから、名古屋初と言っても、はい、過言ではない、と思いますね。はい、やはりまあそのね、初代さんがお生まれになった時代っていうのはやはりその終わりだったりとか、まあ、岐阜もそうですけれども、やっぱりそこがね、戦国の世もそうですけれども、信長さんもそうだし、はい、秀吉もそうですしね、中心となっていたところなので、そこからやっぱり何だろうな、英傑もそうですし、そういうね、娯楽の何だろうな、祖となった人も出てきたんじゃないかなと思いますね。まあ、最初勘三郎さん、まあ、猿若勘三郎と名乗られて、まあ、最後に中村という、はい、まあ、それはやっぱり地元のなんですかね、やっぱりそうなんじゃないですかね。はい、まあ、市川團十郎さんなんか、はいはいはい、まあ、市川っていうのは山梨出身なんですけどね、そう考えると何かその、うん、地元愛というか、地元愛というか、地方の、うん、そのやっぱりそうなんじゃないですか。はい、分かりました。で、あと2006年ですね、はい、その初めて名古屋で、うん、名古屋平成中村座というものを、うん、そう、中村区の、あ、そう、同胞高校ですね、の体育館を改造して、はい、その時ね、私足を怪我していて参加しなかったんですけれども、公演を見に行かさせていただいたら、やっぱりそのボランティアでね、地元の方たちとか高校生若い子たちが一生懸命働いてくれて、見に来てくださったお客様もそうですけれども、自分たちも どうやったら楽しめるだろうという感じでね、空間を盛り上げてくださってたんで、それはやっぱり見ていて嬉しかったですね。うん、だから必ずまたその同胞高校で、うん、芝居がしたいなっていう思いはありますね。なんかその体育館を使われてたので、はい、その花道が非常に長かったという、うん、そう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 、うちの父が その身代わり座禅という踊りを踊っていたんですけれども、最後その花子のもとへ参ろうって、このまあ口伝ですけれども、型としてその参ろうっていうセリフの中で
あの花道の中に入るっていうのはあったんですけども、死ぬかと思ったって言ってましたね、長くて。まず本当にその、あの最初にその、まあ、平成中村座を名古屋でやるということをお聞きした時っていうのは、はい、うん、そういう、まあ、あの優勝といいますか、うん、あのやっぱりそのね、元となった場所でっていうのもうちの父らしいですし、やっぱりあのその血は全然つながっていないんですけれども、そのやっぱり中村勘三郎という、名跡、中村屋という屋号の中に宿っているものなんでしょうかね。そのやっぱりうちの父もそのプロデュース能力にすごく長けた人物だったので、うん、やっぱりその名前の持つ、魅力、魔力っていうのはありますよね、必ず。そうですね。で、またその後に、うん、今度は名古屋城の中で、はい、平成中村座、平成中村座で、ということだったんですけど。そうですね、やっぱり名古屋城のね、あの公演をお借りして勤めた時はやはりその借景がね、中村座後ろバーンと開けることができるので、はい、美しかったので、あの長城ですね。そうです、そうです、はい、だからもう特にすごく何だろうな、記憶には残ってますね。屋台崩しと言いますか、はい、最後に借景を使って、はい、クライマックスを飾るっていうのがすごくユニークな、うん、演出だと思われたんですけど、まあそう、魅力の一つになりましたよね、うん、だからうちの父もその若い頃の状況劇場を見て、原さんの芝居を見て、これがやりたいっていうので中村座を立てて、でその搬入口としてあった後ろ、じゃあこれも開けられるっていうので開けて、借景にしたりしてたんで、なんだろうな、通じる部分もありますし、やっぱりそのテントの中で、芝居小屋の中ですごく密閉された中、狭い、なんだろう、ぎゅっと凝縮された世界が最後の最後に開けることによって、なんだろう、開放的、そして江戸時代のことをやっている、タイムスリップをした芝居小屋の中でやってて、表を開けたら現代とつながっているっていう、なんかそのまか不思議な魅力っていうのが溢れた空間になってるんじゃないかなと思いますね。僕もうん、また今度は2017年ですかね、はい、もう一回、はい、まあ、今度は何かこう、うん、名古屋のお客さんの雰囲気っていうのはどうですか？でもだから そこで、あれなんですけれども、うちの祖父実写目中村勘三郎、若い頃本当に役がつかなかったんですって、はい、でも名古屋のその御園座に出演をするといい役をやらさせてもらったって、俺は名古屋に育てられたっていうのを父によく言っていたそうなんですね、はい、というのも西川小井三郎先生ととても懇意にさせていただいてですね、同じ舞台も何度も務めておりますし、小井三郎先生がお作りになった、作品っていうのも手掛けているんですけれども、やっぱりそのご縁もありまして、ね、お亡くなりになりましたけど、大久保先生にも私たち本当に可愛がってもらってですね、いろいろな芝居でご一緒させていただいたんですけれども、その、まあ、追悼の意味というかもう含めて、その荒井夢という西川流の、作品を中村座で上演することができて、それで見に来てくださった名古屋の方たちが大変もう大喜びに喜んでくださったっていうのは、やっぱりなんかつながっているなっていう気持ちがしてですね、嬉しかったですね、はい、うん、まあ歌舞伎というと、まあ、東京、江戸で、はい、大阪、京都とその3つでプラスして、うん、まあ、御園座がありまして、うん、よく名古屋っていうのは、まあ、芸どころの一つと、うん、いや、そうなんですよ、本当に芸どころの一つで目も肥えた方たちが大変いるのに、演劇も名古屋飛ばされちゃうこと多いじゃないですか。そうなんです。それがね、すごくもったいないと思うんですね、はいはい、だから名古屋の平成中村座でやらさせていただいている時とか、まあ、御園座もね、久しく出演できてないですけれども、早く行きたいですし、今度4月に久しぶりに御園座に伺えるということで、楽しみにしておりますね。その勘三郎さんを初代勘三郎さんもファンに持ってるということで、うん、なんかこうこの親しみやすさとかそういうのってなんか、そうですね、まあ親しみやすいのもあるんですけれども、だからもっともっとね、なんかオープンにしてね、見に来てほしいなっていう気持ちがありますね、うん、だからやっぱりそのね、中村座もそのね、東邦高校でやったりとか、何、名古屋城でもやらさせていただいたりとか、御園座出演させていただいたし、今度4月は、うん、はい、で
派手な演目を持っていこう、絶対やることでしょ、名古屋の人たち、はい、っていうのがね一番だと思うんです。ああそうです、そうそうなんですよ。いやもう名古屋人じゃないけども名古屋の人たちのことよくわかるので楽しんでいただけるような作品っていうのを今後も持っていきたいですし、はい、まあねその中村区出身の層に持つあの中村屋でございますから、やっぱり名古屋っていうのは大切にしていかなければいけない場所ですし、大切な場所の一つでもありますね。はい、あその2017年の時に、はい、その初代勘三郎 の, その生誕の日といいますか、はい、うん、そちらの中村公園のね、あの名古屋 の, あのちょうどその豊臣秀吉さんが、はい、加藤清正さんが生まれたのところの中村公園の中に建立されて、うん、あの実際ご覧になったんじゃないかと思うんですが、はい、いや、 やっぱり嬉しかったですね。うん、まあそのね、なんだろう、そして日というかがこの後も残っていける、うんうん、っていうのを建立させていただいたのは、あの、まあ、父も喜んでくれてると思いますし、名古屋に育てられたと、口酸っぱく言っていた祖父も大変に喜んでくれてると思いますね。やっぱりそうすると、まあ、いろんな出自ではあのいろんな説ありますけども、うん、あの勘九郎さんはやっぱりその、初代勘三郎っていうのはやっぱり名古屋の、いや、もちろんもちろんだと思ってますよ。はい、はい、ですね、例えばあの歌舞伎の孫殿、まあ、出雲の国の、うん、まあ、名古屋三座、そうですね、それも名古屋三座も、まあ、いろんな諸説ありますけども、はい、あの尾張の方の出ではないかということ、うん、スケロクですか、ね、うん、スケロク寿司っていうのがですね、うんうんうん、あのその厚田で声掛けした時に、うん、あ これはあの スケロクというのは、うん、お稲荷さんと明けまきをということで、あのスケロク寿司っていう、まあ、あの名付け、うん、まあ、られて、まあ、それがまあ名古屋飯の感想みたいな感じにもなってるということで、うんうん、まあ、名古屋と歌舞伎っていうのがだからね、なんだろうな、やっぱり名古屋発のものっていうのは大変多いですし、すごくユニークなものだったり、あとはなんだマニアックなものだったり、あの発想する力とか、あの作り出す、力っていうのをすごく長けている場所だと思うんですね。あ、だから現代にもやっぱり残ってますし、あ、これも名古屋からだったんだっていうね、新たな発見にもつながりますし、だからとても楽しい街だなと思いますね。はい、まあ、名古屋にいっぱい歌舞伎のファンもおりますし、勘九郎さんのファンももちろんいらっしゃると思いますけども、何かこう、名古屋の歌舞伎のファンの方に、うん、メッセージ、何かリクエスト。そうですね、やっぱりそのなかなかその御園座もそうですけれども、伺う機会っていうのが少ないですし、まあ、伺ってもやっぱりね、そのチケット代だとかっていうのが、うん、高かったりするんで、とても来づらいとは思うんですけれども、やっぱりね、一度見てほしいっていうのが、あの心から思っていることですし、今度久しぶりにそのね、4月御園座、あの新しくなって初めて出演するので、そうなんですよ。なのでね、喜んでくださるような演目を私たち兄弟選びましたし、楽しんでいただけると確信しているので、まずは劇場にね足を運んでくださるのが一番だと思いますね。はい、ぜひ来ていただきたいなと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございます。